はい、酒好きな新潟市の飲酒動画です。今回飲むのは、生ビール新潟ビールという新潟の限定の、ビールでございます。こちらは値段いくらだったかな、高かったんだよこれ。いくらだ、300円くらいしたかな。もうね、ビール1本にね300円以上するやつはもう俺の中でも高いね。もうぶっちゃけ250円ぐらいでも高いと思ってる。でね、コメントでね、いただいたんですけどね、指名ビールっていうのがあるんですけど、あれがね、1本ね、500円するんですよ。500円以上したの。520円ぐらいしたんだけど。今日見てきたんだけど、ブルーが売ってなくて、ホワイトとね、レッドは売ってたんだけど、まあ明日ちょっと買ってきますけどね。うん、まあ明日ちょっとイオン行って、多分イオンだったら売ってると思うんだけど。あれ500円もすんのかよ。お前俺が、なんだ。その神と崇めてるビールが、まあギネスビールっていうね、ビール。あれが確か値段300円ぐらいですよね。あれであの値段で、で500円の値段のビール、かね、果たして本当にね、多分価格的な意味でも、多分そんな価値ないと思うね。うん。俺が思うにね。まあいいですけどね。新潟麦酒。アルコール度数 4.5%。本当に美味しいビールとは、常温で美味しく飲めるビールと考えました。それを冷やせばもっと美味しい。吟味したモルト。ホップで作った自信作です。原材料名が麦芽とホップ。アルコール度数 4.5% の。製造者が新潟麦酒株式会社。新潟県の新潟市の西蒲原郡にある会社です。吟味した麦芽ホップだけを使用して、館内で自然発酵させた 100% ナチュラルなビールです。缶底にビール酵母や檻が沈殿しますが、品質上問題ありません。まあ、新潟にいた、まあ、新潟にいるうちにね、まあ、新潟ビールっていう名前ですからね、まあ、飲んどいた方がいいかな、と思いました。ので、買いました。まあ、どうなんだろうな。そんなにね、うわ、すっげえ、なんだこれ。濁ってる。色がすっげえ濁ってる。ほら、わかんねえかな。すっげえ濁ってる、これ。多分、動画だと多分わかんないと思うけど。すっげえ濁ってる。すっげえ濁ってる。あれみたい。なんだっけ。銀河高原ビールレベルのなんかこれ、あれだな、小麦っぽいなんか、感じあるね。小麦ビール的な濁りがある。すっげえ濁ってる。なんか、茶色いなんか、色がね、すっげえ茶色い。そしたら乾杯。うわ。うわぁ。うわ。なんか、ちょっと酸っぱい。酸味があるね。うえ。あー。酸っぱい。酸っぱいつうか。なんだろう、これ、独特な香りがあるね。でね、炭酸が弱い。非常に弱い。で、なんか、確かになんか、高い。今まで飲んだことない、香りがするね。なんだろう、これ。確かになんか、
これ自家醸造酒的な、なんか自家製で作ったビールみたいな味がする。なんか。なんかね、ほとんど炭酸がないんですよ。炭酸がほとんどなくて、で、なんか、口当たりが、まろやかなのかな。でも、独特だね、香りがね。ああ、これは、ある意味、あんまり美味しくはないけど、美味しくはないっていうこともないか。あ、すっげえ独特。独特なビール、これは。なんか、炭酸水に麦を粗くちゃう細かく麦をぶわー粉砕して、でなんかこうさくぐしたみたいな、こうジャブジャブってやって、ジャブ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 ってやって、で、こう、その、粉だけこう、布かなんかでこう取り出して、そんな味。わかんねえ。ただ、小麦的なビールっていうかね、うん。銀河高原ビールとは、まあ、ちょっと似てるは似てるね。銀河高原ビールもあれ、炭酸弱いから、弱かったんでね。なんかこう、高いビールってなんか、弱いのかな。ギネスもそういえば、炭酸弱いしね。ただ、それ以上に、いや、でも、ギネスも弱いもんな、ね、炭酸な。高いビールって、やっぱ、なんか炭酸弱いですかね。結局炭酸、ビールって、そもそも炭酸っていうのが、結局発酵して、作られた、ねえ、炭酸っていうのが結局発酵が元で作られたみたいな、そういう炭酸なんだろう。だからそのスーパードライとかさ、日本のビールに比べると、日本の大手の企業で作られてるやつって、あれは何なんだよね、炭酸加えてんのかな。これ、新潟ビール。ああ。新潟ビール。新潟ビール。新潟麦酒株式会社。新潟ビール。地ビールというよりも、古式製法の本格ビールです。日本で初めて瓶内発酵、瓶内貯蔵、瓶内熟成。はあ。瓶内で自然発酵による熟成ビールを気軽に飲んでいただく。はあ。まあ、とにかく、これは高い。ああ、なんか、ちまちま飲むタイプのビールだね、これは。いわゆるね。うん。これはあれだね。高いっていうのと、まずいっていうのは紙一重なんか、高いっていうかその、なんか紙一重な感じはするね。なんか、高級感とさ、まずい。いわゆるワインとかと同じですよ。多分、まあ、高いワイン飲んだことないか知らないけど。
コクはないこともないけど、コクは中ぐらいかな。別にコクがあるっていう商品ではない。酸味がやや強め。炭酸が弱め。で、ちょっとマイルドっぽい。口当たりがちょっと、なんか、小麦ビールっぽい。ただ香りは非常に強い。麦のね、なんかね、こう、なんか、麦のこう、まろやかな香りが、なんか、自然体のその、なんか、自然の麦の香りがするね。ああ。なんかこう、オブラートに包まれた麦の香りがするって感じ。まあ、まあ、まずくはないですね。まずくはないけど、まあ、これ300円だからね。まあでも、ああ、でもこういうもんだなって感じだな。やっぱ高いもんってこうさ、こんなんで飲むグラスっていうか、グラスがこんなんで飲むようなレベルじゃない。そういう、あの、飲み方のあれじゃないね。ワイングラスみたいので、こう、ちびちび飲む感じの、これビール、絶対。あのね、がっつり、一気にこう、ぐぐっと飲んで、喉で飲んでも全然うまくない。あの、ちまちま舌で転がして飲むような感じの。だって、喉に入れても炭酸も弱いし、うん。喉越しなんてねえし。ほとんど微炭酸の微炭酸。あの、本当に超微炭酸レベル。あの、感じ。もうコーラをブワー振って、で、ブシューやって、で、落ち着いたやつを飲んでる。よか。下手したら炭酸が弱い。ぐらいのレベル。ちょっと舌がピリピリ。ピリ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 ぐらい、うん、もうピリピリともしないぐらいのレベルだね、これ。よく考えたらピリピリもしないわ、うん、ピリピリ痛くもない、なんかピリピリもしないけど、ピリピリの半分ぐらいの弱さで、なんかこうちょっとこうわずかに痺れるような感じのレベルのこの炭酸の強さ、ね、あ、これはまあ高いのわかる気がするわ。あ、なんか普通のビールと根本的に違うよね。まあ見た目からしてもめっちゃくちゃ濁ってんだけど、なんかある種、なんか、言い方悪いけど、泥水みたいなレベル。めっちゃ濁ってんの。で、やっぱすっげえ、味がね、あの、こう、ピルスナーじゃないんだよね。ああ、もうピルスナーっていうさ、もうそういうのじゃないんだよ。このビールは。もうピルスナーって、結局、なんかこう、さっぱりしてて、なおかつ、こうしっかり味が、なんか、はっきりっつうかその、
例えるならば、そうだね、文字とかで例えるならば、鉛筆で書いた文字で例えるならば、ボールペンで書いたようなのが、ピルスナーなんですよ。で、これがね、もうね、適当なね、なんかほら、なんか、デッサンみたいなので使う、なんかこう、ぼやぼやっとした感じの絵をブワーって、ぼや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 って感じの味。あ、ね、俺にはね、言葉にできない。これは。よくわかんないけど、とりあえず、すげえまろやかで、まろやかなんだけど、ぼやぼやっとした味がして、で、なんか香りが、強い上になんか麦の香りがしっかり生きてる。なんか本当にビールっていうよりは麦酒っていう感じの、麦の酒って感じ。なんか炭酸、なんか自分で麦で発酵させた感じの。俺も実際にね、やったことあるんだけどね。まあ、ビールは作ったことないけど。いわゆるドブロク的なね、感じですよ。酒入れて、蜂蜜入れて、で、じゃあ酒入れてさ、蜂蜜入れて、水と、蜂蜜入れて、それにドライイーストを入れて、いわゆる菌入れて、発酵させて、で、一回飲んだことあるんだけど、くっそまずくて、ただし、ちょっとピリッピリッの半分ぐらいのピリピリさがあるんだよ。やっぱ発酵するとね、やっぱ炭酸が生まれるんだろうね。うん。だから、ものすごくまずいけど、なんかちょっとこう、ぼやぼやっとした味になるんだよ。もう俺にはもうね、一般人にはね、俺、あれなんだよ。ブレンダーじゃないんで。ブレンダーとかなんかテイスターとかじゃないんで。全然わかんないですけど。言い方がね、よくわかんない。だけど、とにかく、高級だなっていうのはわかった。高級だなっていうのはわかった。っていうか、普通のビールとは、まるで違うっていうのはわかった。もうそれだけでも十分でしょ。似てるのはやっぱ小麦。銀河高原ビール的なやつ、ね。あれに似てる。苦味も別に。むしろ甘いレベル。これむしろ甘いレベル。香りはまあ強いっちゃ強いけど。うん。香りは、うん。まあ四つ星ぐらいかな。まあ別に買いではないけど。値段は値段だからね。300円してこのね、この味だったら、まあ、まあでもむしろある意味、いや、むしろっていうか、これはなかなかない味わいのビールなんで。あれだもんね。銀河高原ビールよか、明らかに普通のビールじゃない。まだ銀河高原ビールの方がビールらしいビールだったな。こっちの方がまだ、ネタにはなる。味っていうか、自分で飲んでみて、ああ、こんなビールもあるんだなっていう意味での、なんか、自分の経験値になる。ね。あ、こんなビールあるんだなって。知識として、飲んでもらいたいは、もらいたいですね。4244です。ご視聴ありがとうございました。